正雲寺は岩手県一の関市に所在する臨済宗明神事派の寺院である。三号は大事山。前身は岩沼藩主、田村宗永公が岩沼に改装した長谷山第一寺であり、宗永の子である田村健健公が天那2年に一の関へ入られた時に共に所在を変え、また名称も変更した。その際の会期は、房姫、ひめ、さんは、 松島随岩寺の大気炎のお禅寺と伝えられている。一ノ関藩主田村家の墓所があり、地域の歴史の一端に触れることができる。昭雲寺にある田村家墓所は、大正2年に一ノ関と東禅寺などにあった墓所を、菩提寺昭雲寺に合葬し、炎祖、坂の上の田村マロ公の墓と伝えられる、京都市山科区来栖の墓に倣って、 分休母に改めたものである。明治時代に火災に遭い、道具を消失したが、長谷観音堂と天林一斉共造は、理災を免れて、現在に至っている。本堂は、大正10年に新たに建てられ、本堂につながる建物は昭和半ばに建築。現在は、事務所を、花園会館内に移して、整備に努めている様子である。田村家検証記念館や、 天林一切共造、また縁あって預けられている、補正陰病寿司などは予約することで見学可能である。ありがとうございます。